お笑い芸人であり、映画監督としても活躍す品川博士が10月1日、都内で行われた映画、アウト、11月17日、会完成披露上映会に登場。出演した俳優の倉、高、大五小太郎、水上講師、乃木坂46のヨダユ樹、キ、上一のナジを進む大平幸生、近金城壁会も登壇し、 同作、監督を務めた品川監督の男気あふれるエピ、どう語った本作は、品川監督の青春時代をずった小説を映画化した、ドロップ、2009年の後日を描いた、漫画、原作、井口達也、水玉こと、秋、書店、ヤングチャンピオンコミックスが原。保護観察中で事件化をすれば一発アウトの、不良、井口達也、総が、新しい土地で暴走族。 残、霧人のメンバーたちと出会い、バクラカン・バ、ランとの構想に巻き込まれていく。品川感のエピソードを問われた水上は、作中で実際、何かを殴るシーンで、品川が、役者だから傷つられないし、俺やるよ。と、拳のよりを品川、正し自から演じたことを打ち明けた。品川は、何か、殴る手のよりは俺、かっこ笑い。怪我したら、大変だから。 ただしは最悪死を怪我しても撮影できるから、と、うと、水上は、いや、そんな監督いないよ、と感激。縁の倉も、めっちゃ痛いですからね。普通の人、やないですとリスペクトを込めると、大吾や上一、うば、よだもそうだというようにうない、いた。